スというタバコを吸ったことがあるかい。ほらジャンギャバンがシネマの中で吸ってるやつさ。ヨレヨレのレンコートの襟を立てて短くなるまでやつは吸うのさ。そうさ、短くなるまで吸わなけりゃダメだ。短くなるまで吸えば吸うほど君はサンジェルマン通りの近くを歩いているだろう。クロワーズというタバコを吸ったことがあるかい。一口吸えば君はパリにひとっ飛び。シャンゼリーゼでマドモアゼルに飛び乗った。そうだよ、エッフェル塔とセイクラボ。ちょっとエトワールの方向いてごらん。ナポレオンが手を振ってるぜ。マリー・アントワネットもシトロエンの馬車の上に立ち上がって、ワインはいかがと招いてる。小さなことでも何かに凝ったり狂ったりしたことがあるかい。例えばそれがミック・ジャガーでもアンティックの時計でもどこかの安いバーボンのウイスキーでも。そうさ、何かに凝らなくてはダメだ。狂ったように凝れば凝るほど君は一人の人間として幸せな道を歩いているだろう。君はある時何を見ても何をやっても何事にも感激しなくなった自分に気がつくだろう。そうさ、君は無駄に年を取りすぎたのさ。できることなら一生赤ん坊でいたかったと思うだろう。そうさ、全てのものが珍しく何を見ても何をやっても嬉しいのさ。そんな風な赤ん坊君は羨ましく思うだろう。